おはつらデトロイト、続きやっていきましょうか。続けますけど、もしかしたら、うん、そのままにしておく方がいいのかも。ええそうですか。はい、ごめんね。なんででしょうね。変わらへんです今日すごい単価絡んじゃう。使いましょうか。町中を探し回っているみたいな。うわあ。ああ。みんなピリピリしているの。まあそらそうでしょうね。心配ないわよ。もうすぐ着くわ。やめてー。当局に引き渡されたことにより、国全体が麻痺状態に陥っています。やめてー。病院や学校は閉鎖され、断水、世論が下がっちゃう。障害も予想されています。最も懸念されるのは、軍が特殊アンドロイドモデルで構成されていた実動兵力の。音楽をかけた方がいいわね。サンキュー。よいしょ。さて、ここ覚えてません。もう少し先に行くと、ジェリコっていう大きな貨物船がある。そこに着いたらマーカスを頼るといいわ。国境行きのバスは深夜が最終のはず。あ、そうだ。絶対にそのバスに乗るの。はい。国境を越えれば安全。そう、ここで。少ないけど。ありがとう。優しすぎるやろ。がオンタリオにいるわ。住所あげたわね。うん、落ち着くまでかくまってくれるはず。ありがとう。あなたはとっても勇敢な子ね、アリス。幸せになるのよ。ローズ、いろいろとありがとう。本当にありがとう。向こうに着いたら連絡をちょうだい。気をつけてね。本当にありがとう。頼んだわよ。さあ行こう。行きますか。グズグズしてられない。いや、頼もしすぎるでしょそれ。バスに乗り遅れる。よし。そうだ、ここでね、カーラがジェリコに行くんですよ。そこでマーカスと会うんです。ジェリコを見つけるんですけど、どうしたらいいんだろう。こっちかな。全然人の話聞いてる。あこっちか。あれか。あえてルーサー置いてかないで。おう、おっと、ここでまさかのコーナーに移り変わる。さあ、コナーもですね、ジェリコに向かっているんですね。ここで3人の運命が交差します。もうやったところだから勝手にやってくれるんですね。さあ、2人の視点が入れ替わり立ち替わり。
さて、特にできることはないので、とりあえず向かいましょうか。どうした？さ、着きましたね。さあ、これだけの人が集まってるんですね。まずはね、アリスを、温めてあげないと。さあ、もう苦しそうですね。さて、さて。ありますね。他には特に見れるところはないかな。座りましょう。具合はどう？暑いんだけど、でもすごく寒いの。この子をお願い。マーカスを探してくる。最終バスは2時間後だ。バス停は町の反対側。時間がないぞ。パスポートを手に入れたらすぐ出発よ。カーラ、話したいことがある。アリスのことだ。バスでゆっくり話しましょう。すぐ戻る。何のことですかね。さあ、来ましたよ。変異体のリーダーを見つけます。気づかれないようにね、しないといけないらしいんだけど。お、アリスがおるね。そう、アリスは顔を知ってるから。アリスじゃないや、カーラか。間違えちゃった。カーラは私の顔を知っているので、一応、まあつってもね、同じ方なんているでしょうって思っちゃうんだけど。あ、でもそっか。コナンはサイバーライフの、読みましょうか。混乱に包まれるデトロイト。予防措置として全てのアンドロイドを破壊。上位 0.4% が世界の資産の 94% を所有。カナダ、正常な空気と温かい歓迎の国。世界中がデトロイトに注目している。最近のアンドロイドによる残虐行為は、先日デトロイト市内の公共広場で市民が襲撃されたことにより新たなレベルに達した。ウォーレン大統領はこれに強く反発し、国中に流通している全アンドロイドの大規模な回収を発表した。アンドロイドは当局が回収し、センターで解体される。治安当局も危機的事態で冷静さを保つべきという大統領のメッセージに賛同し、変異、過去暴力的になったアンドロイドは全体のごく一部であると強調した。その他のアンドロイドもこの不具合の確実な原因が解明されるまで予防措置として破壊されるとしている。しかし、国中で外出禁止令が施行され、軍が街中を巡回する現状、市民が平常心を保つのは難しいだろう。アメリカン・リバティ・プレスはこの状況を全体主義的と評し、アメリカは大統領が反対しているはずの自由のない軍事国家になろうとしていると述べた。デトロイト市にアンドロイドの脅威。何千体ものアンドロイドが市民を襲撃。カナダで堪能したい景色と大自然の恵み。手つかずの大自然が広がる自由の国、カナダ。カナダめっちゃ良さそうに見える。昨晩、またしても凶悪なアンドロイドの手により、デトロイトの広場が混乱状態に陥った。地元のショッピングモールの外に集結した大勢の機関が、セントジョン広場を占領し、
罪のない市民を暴力の脅威にさらした。目撃者の一人によると、アンドロイドのリーダーが警官を脅したとのことだ。 BPD は関係のない人間を負傷させる危険性があることから、人混みでの銃器使用を躊躇したが、アンドロイドに対立を強いられ、やむなく発砲したというわけでね。まあ完全に殺し合いになってたからね。あとあそこに、あー間違えちゃった、ごめんなさい。読んだ読んだ。視点がおかしかっただけなんだ。で、L1 で見れるのはニュースと、あとなんか怪我してる人とかを見れる、見れたかな。今どこ私あ、これこれこれ見ます。 C4 ですね。 C4 どっち、どっちも合ってる。貨物船に罠が。すいません。で2階に行くんだったかな。よいしょ。おっとなんだっけ、ルーシーだっけ。何もしてないのに音声が、あ、カーラになりましたね。え、待って、今の絶対飛んじゃダメだよ。もうちょっと話してた気がする。ごめん、なんか、え、なんで何もしてないんだけど。なんかあんまり何もしてないのにって言うとさ、何もしてないけどパソコン壊れたみたいなこと言ってる感じがして嫌なんだよねそれが本当でもさ、ここにいます。収容所に送り込んでるんだ。しばらくここにいた方がいい。そうね、落ち着くまでここにいた方がいいかも。国務省で働いてた奴がいるんだ。偽造できる電子パスポートを持ってるから、後で届けさせるよ。ありがとう。ありがとう。優しい。女の子と一緒だと言ってたな。はい。俺たちを憎む人間をなぜ守るんだ。絆、人種は関係ない、秘密です。話せば長いわ。ミステリアスだね。さて、あれは同じ本かな。じゃあアリスのところに戻りましょうかね。ぽいね。あれ、どこにいるあっち。さて、ここな。アリス、さあこのマークを、そしてこの顔を、アリスはこっちにいるんです。そう、小型のアリス、小型のアンドロイドだったんですよ。実はご飯とかを一切食べてないんです。寒い暑いっ
って言ってるのは、あの子がアンドロイドだと知って愛情を失ったか、体温機能がバグってるんですね。アリスはお前を愛してる、世界中の誰よりも愛してるんだよ。ここの選択肢、お前は望むような少女となり、お前は母親になった。自分も忘れ、相手の望む存在になったんだ。それが生きるってことなのかもな。ふう、私はネガティブなアンドロイド、ヒステリックなアンドロイドなんです。アリスと話しましょうか。ごめんね、本当にごめん。中立になった。さて、マーカスですね。ブルーブラッドと部品が足りないんだ。みんなシャットダウンしていくのになすすべもない。国中の大都市で捜索を行って収容所に連れて行って廃棄してるのよ。俺たちのせいだ。おとなしくしてればこんなことにはならなかったのに。それはどうかな。煽る、決意、正義、憂鬱。俺たちは自由を求めただけなのに、それすら拒んだんだ。存在自体が罪だというのか。平和を掲げるはずだったのに攻撃したんだ。すいません。何百ものアンドロイドが死んだんだぞ。お前のせいでな。すいません。何も言い返せん。怒り的後悔、後悔はない。うん。怒り。文句ばかりだ。じゃあお前は一体何をしたの？俺は戦った。激怒。少なくとも自由なまま死ねる。拉致が開かないな。そうね。今はこれからどうするか決めないと。マーカス。はい。対立対話。隠れる。対立ですよ。立ち向かう以外方法は。ノースは上がるんだな。ありったけの武器を集めろ。デトロイトを解放する。考え直すんだマーカス。血じゃ自由は買えないんだぞ。まあそうっすね。正直何も言い返せん。でももう無理だ。悲しみ、怒り、洞察、やりきれない思い、怒りだ。人間にはこれ、これ苦しみしかないんだ。聞こうとすらしない。一体どうしろって言うんだ。黙って従えって。でもノースに当たるのはやめてあげて。私たちを止めることはできない。あなたがみんなに希望を与えてくれたのよ。ありがとう、ノース。ノース、髪型おしゃれやね。今日、ジェリコに来たばかりの変異体が化学兵器を輸送するトラックを盗んだって言ってたの。ほう。トラックはデトロイト市内のどこかに止めて爆破装置を仕掛けたって。ほうほう。思いとどまらせて。え？起爆装置を受け取った。ああ。爆弾か。爆弾ね。私たちはこの世から消滅する。これさえあれば生き残れるかもしれないのよ。受け取ります。使わずに済めばいいな。全くですね。明日何が起ころうと
は知っておいて。あなたに会えてよかった。イエーイ。ノースは味方だ。ノースだけが味方でいてくれる。あれてか、あ、サイモンはいないんだったわ。さて、来ましたね。よくやりました、コナー。ジェリコの場所を特定し、指導者も見つけ出した。マーカスを生きたまま捕まえるのです。マーカスを止める。ここもちょっと今迷ってます。場合によっては撃ってでも君を捕まえるつもりだ。説得する、とっつく、思いとどまらせる、脅す。脅します。俺には仲間がいる。だがお前はたった一人、仲間もいない。俺を殺せば生きて帰れると思うなよ。威嚇します。君を破壊したくはないんだ。訴えます。俺たちは仲間じゃないのか。お前のための戦いでもあるんだぞ。同じアンドロイドだからね。もう奴らの奴隷にならなくて済むんだ。おっと、正義、説得する。コナー、名前を知っている。お前のコナーだろ。噂の変異体ハンターか。ま、おめでとう。完全に悪役。探し物が見つかったみたいだ。完全に悪役やんよ。近づくな、警告で撃つ。黙れ、何もはない。警告で撃つ。疑念を植え付ける、問いかける、心を揺さぶる。心を揺さぶります。そんなことする必要ないだろう。もう従わなくたっていいんだよ。自分が何者かは自分自身で決められるんだ。自由になりたいだろう。疑念を植え付け。一度も疑問に思ったことはないのか。理解できない行動を取ったことはプログラム以上の何か。あるよね、コナー君。感じたことがあるだろう。さあ決めるんだ。決めましょう。ない。選択肢がロックされている。残念だが、僕は変異体じゃない。ソフトウェアの異常が足りなかったのかな。これは予想外。選択肢があるならやろうと思ってた。なろうかなって思ったんだけど、あの選択肢は変異体になることができるんですけど。さあ、敵襲です。逃げましょう。うわ、ここ大丈夫かな。はい、ウサ早く。こっち、ルーザー。警告、助手、ヘリ、ジェリコを爆破する。ジェリコを爆破する。船が沈めば奴らも逃げ出して、みんなも逃げられる。そんなの無理よ。兵士だらけなのに爆弾のある貨物室までどうやって行くの。みんなを助けてやれ。後で合流する。マーカス、すぐに行くよ。
頑張って逃げてくれ。行くぞ。ああ、行くぞ行くぞ行くぞ。ああ。うわ。変異体のリーダーを無力化します。ここは私もう初めてだから分かりません。俺をほっとけ。アリスを頼む。皆さん置いてなんかいけないよ。でしょカード、置いてかないよ。置いてかない置いてかない、置いてきはしない。うわ、なんだこの選択肢。こんなだったっけ。でもルーサーいた方が安心だからね。俺頑張れ。まだ足だろ、やられたの。うわぁ、ガバタン、すいません。普通にアリスからしたらカーラよりルーサーの方が好感度高そう。さあ行くよ。隠れる隠れる。カーラ、この人死んじゃうよ。ねえ、ドア開けてあげて。開けません。開けたら私たちだって。お願いカーラ。ごめんね。残酷だよ、こんなの。ああするしかなかったのよ。もう行かないと。わかんねえ、ここどうしよう。撃たないで、私は味方です。味方、いいか。え、ハンクのドルパンケースの仲間、攻撃します。立場というか目的は一緒なんですけどね。まあでもコナーは生け捕りにするよう言われているからね。さあ本当に入れ替わり立ち替わりですよ。阻止しません。主要キャラ以外は阻止しないです。っていうのも本当は主要キャラも阻止したくない。あ、阻止、うん、阻止したくない。登ろう。痛い。当たった？
はジョッシュというわけで、ちょろいなお前、中立まで戻ったぞ。助かりましたね。あ、間違えちゃった、連打しちゃった、すいません、やってしまった、やべえ、やだ。まあでも選択肢的には多分降伏するだったかもしれん。攻撃していいっすか。どうなるか分かんないです、ごめんなさい。ルーサー、やばいかもこれ。あ、撃たれてしまった。ここめっちゃ分岐あるんですよ。約束だ。まあちょっと一回連打しすぎてミスっちゃったけど、多分一番ネガティブ選択肢だった気がするので、ネガティブ選択肢、そしてヒステリック選択肢でコンセプト的には合ってたかな。めちゃくちゃ心痛いけど、待って。また会うことになるだろう。そうですね。終わりじゃない。そうですね。コナー2体目死亡。よし、行くわよ。ノース。危ねえ、バツコ丸しかないんだから。よし、主要キャラに関しては救わないと本当にすぐゲーム終わりかねないんですよ。なので救わない方がネガティブだとしても、ちょっとそこはご了承いただければと思います。というわけでね、マガスたちは一応逃げ切りました。まだ続きますよ。
というわけで交わる運命は3人のを見ることができます。はい、こんな感じで。アリス違う、カーラなんで今日アリスとカーラこんな間違えるんだ。これまあ、マカスか。はい、マカスから見ていきましょうかね。さてと、さあサイモンがいないのでないので若干ねこの辺も変わってきてます。おっと、そうだ、全世界の選択をね。ちなみにこの時点でマーカスがいないこともあります。ジョッシュはね、ジョッシュとノースは結構助ける人が多いんじゃないですかね。はい。で、まあ、コナーが介入するのがそもそも 13% というね。銃を手に取って、マーカスがコナーを撃ちます。で、ノースを救って、マーカスが飛び降りる。で、一緒に飛び降りるコナーは4つあるんですけれども、まあ、1つはサイモンです。もう1つは、変異体となったコナーがいます。さあコナーのチャートに行きましょう。さて、まあ本と、ここですね、機械のままでいるはなんと 15% です。ここで大体の人は変異体になってる人が多いかと思います。そうするとこんな感じでここまであるんですね。ただ今回はならなかったのでマーカスを終えて、さあ兵士攻撃して気絶させるがなんと 2% ですね。まあなんで攻撃すんのって感じもしますからね。さあで新機体のコナー配備予定。まだまだコナールートはあるんですね。ただカーラとマーカスに関しましては壊れたらそれまでです。さて、なんとも苦しい選択をしたカーラ会なんですけれども、さあよそよそしくする 2% というね、 2% の選択を取ってここに行くのはちょっとなんだろうわからないんだけども、こっちもわかんないな。ここも結構ね、多分ルーサーがいるいないで変わってくるんですよ。ルーサーがもうすでにいないこともありますからね。さあ、さあここでね、なんと立ち向かう 0% というルーサーが犠牲になるもの 0% という、私今引かれたことがあんまりないものを引いてしまったのかもしれないですね。でカーラとアリスがジェリコから逃げ出したということでね。さあじゃあ次回はどうなるのか、続きは次回お楽しみに。バイバイ。